ヤーノシュ・シュタルケルは、ハンガリー出身のチェリスト、音楽教育者。ブダペストに生まれ、7歳で、ブダペスト音楽院に入学を許されるほど、幼い頃からそのテンプの才能を発揮した。音楽院では、アドルフ・シッファーに支持した。11歳で、ソロデビュー、翌年ルーマニアのブカレストで、演奏会を行い、国外デビューしている。1945年に、 ブダペスト国立歌劇場還元楽団及び、ブダペストフィルハーモニー還元楽団の首席チェロ奏者に就任。また、ピアニストのシェベーク・ジェルジラとピアノトリオを結成し、活躍した。しかし、翌1946年には祖国を去り、ヨーロッパ各地で演奏を行いその名を知らしめた。フランス滞在中20枚ほど SP レコードを録音したが、その中の1枚、 古代の無伴奏チェロソナタが1948年のディスク大賞を獲得した。1948年、アンタルドラティの招きデシュタルケルは、ダラス公共楽団の首席チェリストに就任した。この時には、アメリカへの移住をすでに決意していたという。翌1949年には、フリッツライナーの招きを受けて、メトロポリタン歌劇場還元楽団の首席チェリストに就任。 1953年、ライナーがシカゴ交響楽団に移るのに伴って移籍。1958年まで在籍した。渡米直後、シュタルケルはオーナーがハンガリー人だという理由で、ピリオドという小さなレーベルと契約した。1950年このレーベルで録音した、古代の無伴奏チェロソナタでセンセーションを巻き起こし、一躍その名を世界中にとどろかせた。 ひるいないテクニックに裏打ちされた豊かな音楽性が凛と張り詰めた緊張感の中に男性に表現されており、音楽批評各紙はパブロ・カザルスの後継者として注目した。当時日本を代表するチェリストであった井上頼豊とよは1960年、シュタルケル発来日の際のプログラムに、このレコードを聴いた時の衝撃をチェロをバイオリンのように軽々と扱うと表現している。 独創者となってから、シュタルケルは、EMI やフィリップスといった大手レーベルに、数多くの競争曲や、室内楽の録音を残してきているが、コダーアイ、バルトークといった近代作品やバッハの演奏で特に高い評価を得ている。また、アンタルドラティ、ミクローシュロージャ、サミュエル・バーバーら多くの作曲者に助言を与え、その作品を検定されている。 1958年、シカゴ交響楽団の職を辞したシュタルケルは、インディアナ州ブルーミントンに今日構え、インディアナ大学の教授に就任した。彼の文下からは、筒光義、菅野白文を、はじめ多くのチェリストが育っている。また、彼は、コンサートツアーの先々で公開レッスンやセミナー、レクチャーなどを行っている。左手の独立性と強化を説いた彼の著書。 チェロメソードはチェロ奏者にとって重要なテキストの一つである。2013年4月28日、インディアナ州の自宅で死去。88歳没。ヤーノシュシュタルケル、マスター・オブ・チェロ、DS アート88ニューヨークタイムズ2013年4月29日。ありがとうございます。